小田原駅、小田原駅は、神奈川県小田原市栄町一丁目及び、城山一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物、小田急電鉄、小田急、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道の駅である。古くから、城下町、 東海道の宿場町として栄えた小田原市の中心駅である。神奈川県西部のターミナル駅であり、箱根観光の拠点ともなっている。近年は外国人旅行者も多い。東駅は1920年、大正9年10月に、高津駅を起点とする熱海線、現在の東海道本線の終着駅として開業した。その後、1927年に、 小田原急行鉄道、現、小田急電鉄。1935年に、大大山鉄道、現、伊豆箱根鉄道と箱根登山鉄道が乗り入れ、さらに1964年には、東海道新幹線の開業と同時に駅が設置され、現在は1日約15万人の利用がある。1987年4月の国鉄分割民営化によって、日本国有鉄道の路線であった。 東海道新幹線と東海道本線は、前者が JR 東海、後者が JR 東日本と別会社による運営となり、また貨物営業は JR 貨物に継承された。現在は、JR 東日本、JR 貨物の東海道本線、JR 東日本が第一種鉄道事業者、JR 貨物が第二種鉄道事業者、JR 東海の東海道新幹線、 小田急電鉄の小田原線、箱根登山鉄道の鉄道線、そして伊豆箱根鉄道の太友山線が乗り入れている。このうち小田急と箱根登山鉄道は直通運転を行っている。旅客駅のみであるが同一駅構内の乗り入れ鉄道事業者数五社はかつて日本最多であった。各線とも2003年に完成した京上駅舎によって結ばれている。 JR 東日本東海道本線の駅には、東京駅発着系統と、新宿駅経由で、高崎線に直通する湘南新宿ライン、東京駅、上野駅経由で、東北本線、宇都宮線、高崎線に直通する上野東京ラインが停車する。湘南新宿ラインは原則として、東駅までの運転である。なお、運転形態の詳細については、東海道線、 JR 東日本を参照。東海道新幹線は1日15本、下り8本、上り7本の光と小玉が停車する。また当駅に停車する下りの光は早朝を除き名古屋駅まで停車しない。その他は、いずれの路線も当駅終着、始発の列車が多い。また JR 東日本が発行するフリーギップのうち、休日お出かけヘパスは、 東海道線内あたり駅までがフリーエリアとなる。JR 小田原駅の事務官コードは46万126となっている。小田原は中世に東海道53寺のうち江戸より数えて第9の宿場が置かれ交通の要所として栄えた町であった。しかし1889年、明治22年、箱根八里の県祖なるを嫌い。 東海道本線が言語天和線の経路を持って開業すると、小田原塾は長楽の塔をたどることになる。東海道本線の開通に先立ち、1888年、明治21年、神津より小田原を経て、箱根湯本へと馬車鉄道が開業して、鉄道昇華に、神津降りれば馬車ありて、佐古小田原園から字と歌われこそしても、 交通の動脈を外れた小田原宿の衰退は抗いようなく110を数えたとされる旗子が次々と廃業に追い込まれた。小田原において必死な鉄道誘致がなされたことは必然のことである。1920年、大正9年、果たして地元の熱意が実ったか、甲津熱海間に熱海線が開業し、ついに東京、 横浜より小田原へ直接列車が乗り入れることとなる。これにより、箱根観光や、当時の拠点として、町は地位を回復するに至ったのである。そのため、熱海線の開業日は町を挙げての祝賀行事が催され、閉走区間を廃した小田原電気鉄道。1900年、明治3年に、馬車鉄道から路面電車に転換さえも花電車を走らせて、熱海線開業を祝った。 熱海線は、丹那トンネル開削によって、勾配のきつい古典場経由から熱海経由へ、東海道本線のルートを切り替え、輸送力の増強を目指したもののうち、一部区間が暫定開業したと言えるものであった。昭和に入り、小田原急行鉄道、現、小田急小田原線が開業し、さらに、丹那トンネルの開通で、熱海線が東海道本線に昇格すると、その地位は、 さらに高まった。その後大大山鉄道、現、伊豆箱根鉄道大大山線、箱根登山鉄道の構内乗り入れと、東海道新幹線の開業、さらに国鉄分割民営化による JR 東日本、JR 東海の発足を経て5社が同一構内に収まる、携帯取り現在に至る。小田原駅ホームの番号設定は、乗り入れている、鉄道事業者すべてに投資で振られている。 南側から次のようになっている。高架駅の新幹線以外は地上駅である。JR 東日本、小田急、箱根登山鉄道は地上3階、JR 東海は地上1階、伊豆箱根鉄道は地上2階にそれぞれ改札口、駅事務室がある。小田急と箱根登山鉄道は同一改札内である。2003年3月30日に 京城駅舎が完成し、同年12月20日に、アークロードの愛称を持つ、東西連絡通路が完成した。これにより、連絡通路が完成し、東口、西口間の通行が可能になった。東西自由通路は16メートルの広い幅の通路で、エスカレーターエレベーターが設置されている。自由通路内には、小田原市の観光案内所がある。 2005年6月25日には、旧東口 JR 駅舎の跡地に、地上5階地下1階の駅ビルが完成し、地上1から5階は、小田原ラスカとしてオープンした。駅ビルの完成に合わせて、東西はスターミナルのレイアウトが変わり、東口には、ペデストリアンデッキが設置された。エスカレーターエレベーター、多目的トイレが、校内に設置されている。式ホーム一面2 残り一面は未使用を使用している。ダイヤ上、列車は一番線と二番線を交互に発着している。駅番号は ID01。駅舎は独立した建物になっており、駅の2階にあたる。コンコース内に多目的トイレがある。売店は改札内にあり、駅3階には系列の旅行会社がある。東西自由通路との連絡通路がある。直営駅。 駅長配置で管理駅として早川駅を管理する。地上にある島式ホーム2面4線を使用している。その外側に貨物線2線と留置線2線がホームに並行して通っている。留置線は熱海方にも設置されている。鶴見駅から続く東海道貨物線との複々線区間の終端であり、当駅伊勢は旅客列車、 貨物列車とも同一線路を走行する。当駅が始発、終点になる列車が多く、湘南新宿ラインと通勤快速は、熱海方面には行かない。土曜と休日を中心に運転される。イズクレイルも、当駅が始発、終点になっている。一部の上り快速、アクティは当駅で始発の普通列車に接続する。一部の上り普通列車は当駅で快速、 アクティ、特急、踊り子の待ち合わせをする。また、熱海発の上り普通列車が当駅始発の快速、アクティや湘南新宿ライン特別快速との接続を取ることもある。一部の列車は当駅で、特急列車の通過待ちも行う。特急は、踊り子リゾート踊り子の全列車が停車し、スーパービュー踊り子は一部の列車が停車する。また朝に限りあたり駅始発の、 湘南ライナー、オハイオーライナー新宿の通勤列車が運され、夜間は湘南ライナーホームライナー小田原、通勤快速の終点となっている。ホームライナー小田原と平日ダイヤの通勤快速、と休日ダイヤの快速、アクティの一部は、当駅で先行していた熱海方面の普通列車に接続する。深夜には臨時快速、ムーンライトながらの下りが停車する。快速、 アクティは東駅、熱海駅間は各駅に停車するが、2004年10月15日までは、早川駅、根深川駅を通過する列車も設定されていた。2010年度までは東駅始発、終着である湘南新宿ラインの特別快速が、土休日ダイヤでに往復が、熱海駅まで延長運転する日あった。早川駅、根深川駅は通過。かつては、 当駅でより普通列車の付属編成切り離しや、上り普通列車の車両連結が行われていた。東京型に付属編成用の引上げ線2線が存在するが、使用停止となっている。当駅始発の列車に乗車する場合は、ドアの横にあるボタンで開ける必要がある、空調の関係などのため。なお、発車1分くらい前になると、すべてのドアが開くので通常通り乗車できる。 ただし、当駅を理解し列車において遅延が発生している場合など、停車時間が短い場合や、その他、車掌などの判断でドアを閉めない場合もある。また、当駅始発ではない列車は、すべての扉、当駅始発の湘南ライナー、オハイオライナーに関しては、乗車可能な扉のみが開くので通常通り、乗車できる。出店、JR 東日本、駅構内図、 エレベーターエスカレーターはすべてのホームに設置。トイレはコンコース内に多目的トイレがある。売店は、キオスク小田原1号店、ニューデイズミに小田原1号店がホーム、東京型弁当売店が各ホーム真ん中寄りにある。JR 東海東海道新幹線との連絡通路がある。ホーム有効長は15両編成対応である。JR 貨物の駅は、 シャーツ臨時取扱い駅となっている。1984年1月までは小田急電鉄との貨物列車の連絡があり、それ以降も1994年まで小田急電鉄や箱根登山鉄道の車両の搬入や搬出が当駅で行われていた、その後松田駅から新松田駅を結ぶ連絡線にさら。2018年現在、 定期での貨物列車の発着はないが、稀に、伊豆箱根鉄道大山線で使用されている車両が、検査などで、大場工場との間を改装する場合に、東駅と三島駅の間で、東海道本線を経由して、こう輸送列車が運行される。三島駅では、大場工場へ通ずる、寸ンズ線に接続している。特筆すべき点として、東駅には、 JR 線と太遊山線を介する、樹樹線がなく、直接、東海道貨物線の本線と太遊山線の線路が、直接渡り線でつながっているだけである。この間には無貨線地帯が存在するため、公主輸送の際に、電気機関車と輸送車両との間に被害者となる空のコンテナ車3両、2012年までは、有害車を連結し、輸送車両を相手方の線路に押し込み、 相手方の機関車もしくは電車がそれを受ける形で、授受が行われる。これにより、電気機関車及び電車が無河線地帯に侵入することなく、授受を行うことが出る。ただし、東海道貨物線及び、太陽山線の線路を長時間ともに支障するため、JR 側では、貨物列車の時刻変更、伊豆箱根鉄道側では、 小田原駅を発着する列車の着発線変更及び一部運休が実施される。なお、東海道貨物線の上りから、大遊山線へ通ずる東海道貨物線、下り本線への点線は不可能なため、大場工場を出場して、当駅まで輸送される列車については一度相模貨物駅まで運行され、機関車を反対に付け替えた後に当駅まで輸送される。このため、 被害者となる貨車は、相模貨物駅からの連結となる。小田原駅までの輸送完了後はやはり、東海道貨物線上り本線へ転線が不可能な、ため、沼津駅まで被害者を輸送する。2014年11月1日より、発車メロディが、お猿の籠屋に変更された。横浜支社管内でのご当地メロディ導入は8駅目、東海道線東日本区間では、 品川駅、平塚駅、茅ヶ崎駅に次いで4駅目の導入なる。小田急電鉄、箱根登山鉄道の共同使用駅で、小田急の管理駅である。駅番号は OH47。2008年3月より、2面3線の島式ホームとなる7から10番ホームが組み合わさっており、ホームに並行して、北側に留置線が1線ある。ホーム四線の内中川二線。 8.9番及び11番ホーム、ワイキ、山の東端式で、特に箱根登山側の11番ホームにかかる線路は7.8番ホームに入り込んでおり、このため7番ホームの一部は切り欠きホームという特殊な構造となっている。これによりすべてのホームは地上でつながって乗り換えを要因にしており、バリアフリーの配慮もされている。ホームの発車合図音は、 7.11番ホームの箱根湯本行では箱根八里の発車メロディ放送システム上フルコーラスは流れないが流される9.10番ホーム全列車と7番ホームの新宿方面は発車ベルが使用されていたが2018年1月現在発車ベル等は省略されている7番ホームから留置線への入れ替え列車は合図音は省略される 2006年3月18日以降、当駅からの箱根登山線は、すべて小田急の車両が使用されており、箱根湯本駅発着系統のみである。したがって、甲羅方面に行くには、箱根湯本駅での乗り換えが必要となる。また、一部の特急ロマンスカーについては、当駅で連結、切り離しが行われる。以前は、新宿から箱根湯本に直通する。 料金不要の一般列車も多数運転されていたが、2008年3月15日ダイヤ改正より、小田原線から箱根登山線への直通列車は、4両編成の各駅停車及び特急ロマンスカーのみとなり、2012年には、通報の残し、確定は大半が当駅箱根湯本駅間の往復運転になっている。なお、2018年3月17日ダイヤ改正より、 上りを除き、小田急小田原線と箱根登山線との4両編成の各駅停車の直通運転が廃止され、各駅停車で箱根湯本方面に行く場合は当駅で乗り継ぐ形になった。かつては箱根登山線に乗り入れる特急ロマンスカーには、当駅から箱根湯本までの区間だけを乗車することはできず、案内表示にも、 当駅からのご乗車はできませんとだけ表示されていた。その後、2005年10月1日から発車直前に箱根登山鉄道の係員が発売する座席券大人200円を購入することで座席への着席が可能となり案内表示にも時刻が表示されるようになった。ただし、対象列車が満席または満席が想定される場合は座席券は発売されない。これは 箱根湯本駅から東駅まで特急ロマンスカーを利用する場合も同じである。この座席券は特急券ではなく特急料金も設定されていない。小田急の管区町、駅長所在駅で小田原管区として鶴巻温泉駅から足柄駅を管理する。また小田原管内として海西駅から足柄駅を管理する。なお、 箱根登山鉄道の表示看板やパンフレットでは各駅の標高が示されており、かつては26メートルと表記されていたが、2013年の再調査で14メートルに訂正されている。なお、2006年3月までは以下の通りであった。エレベーターエースカレーターはべてのホームに設置。トイレはコンコース内に多目的トイレがある。売店は 自由通路上にオドクックスマートがあり、ホームには売店おばきショップがある。自由通路、コンコースいずれにも面した場所に、系列飲食店がある。待合室は各ホーム、箱根板橋よりにある。ちなみに、待合室は、ドーム屋根下に位置するが、瓦屋根となっており、城下町をイメージさせる。以前の境愛であった改札口も、新駅舎になり広くなった。 7から10番ホームはすべて重量対応。改札内に自動体外式除細動機 AED が設置された。高架上にある相対式ホーム2面2線を使用している。ホームの間に2線の通過線がある。小玉号の大半はこの駅で通過列車を待ち合わせる。時間帯により2本まとめて待ち合わせるほか、下り、光1本のみ。 皇族の望みに当駅で抜かれる。エレベーターエースカレーターはすべてのホームに設置されている。トイレはコンコース内に多目的トイレがある。各ホーム中央部と東京寄りにキオスクが、またコンコース2階にある待合室にも売店がある。改札の外、アスティ小田原には飲食店、コンビニエンスストア、書店がある。 JR 東日本との連絡通路がある。出品は、駅西口直結の新幹線エントランスとなるアスティ、小田原内。なお、アスティの表示は、一切ない。東日県などが販売している。主な駅弁は、下記の通り、小田原市の中心駅。各社局の利用状況は、以下の通りである。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り、小田急。 箱根登山鉄道のみ。各年度の1日平均乗車人員は下表の通り。近年の年間発着トン数は下記の通り。駅周辺は神奈川県の清少地区を代表する市街地であるが商業施設の撤退が相次ぎ市街地の発展に陰りが出ている。市はお城通り地区にて地上8階地下1階の複合ビル建設を主体とした。 再開発業を進めていたが、事業志向者、アーバンコーポレーションが経営破綻したことにより、計画は頓挫していた。その後、2016年12月26日に再開発の事業者を万葉クラブに再度選定。2019年中頃の完成予定で再開している。万葉クラブは、図書館、コンベンション、ホテルなどが入る、広域交流施設に加えて、 宿場町の賑わいを再現した和風の大規模広場を整備する提案を行っていい。東口のバスロータリー地下には地下街の小田原地下街春根を小田原がある。この地下街は1976年11月にアミー小田地下として改良し、2007年6月に一度閉鎖したが、小田原市と地元の経済団体により再生が検討され、2009年4月に地域資源や 情報発信機能などを備える施設として再生を図るという方針を小田原市が決定し再生のための計画事業を経た上で2014年11月1日に再開業した。駅開設前の1901年にこの付近に神奈川県第二中学校が開校した。同校は駅開設に伴って1914年に北西の八幡へ移転し 現在の神奈川県立小田原高等学校となった駅東口には小田原高等学校発祥の地の石碑が建っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。